こんにちは、柴戸です。今日はギターの鳴らし比べです。今回鳴らし比べるのは同じ形のギターになります。こちら H コリーナクジラヒデのシグネチャーモデルです。そしてこちらフェルナンデスの USA のシャチ型ですね。ボディの形は同じです。でもボディ材などが違うのでご説明していきたいと思います。こちらヒデシグネチャーモデルはですね、コリーナでできております。コリーナでできていて、セットネック、そしてピックアップはトム・ホームズ・ジャパンのものが載っております。コリーナ独特の温かみのある音が特徴なんですけれども、結構アバレル君な感じのこのトム・ホームズが載っていると、そのバランス感が非常に面白いと思います。そしてこちらのシャチ、黒シャチですね。これはピックアップが一つなんですけれども、ダンカンの TB10 というピックアップが載っていて、これも結構ね、暴れる君な感じなんですよ。そして特徴はスルーネックっていうところと、ボディがフルメイプルですね。ネックもボディもメイプルになっております。あまり全部がメイプルでできているギターっていうのはないんですよね。なぜ全てがメイプルでできているギターが少ないかというと、重いんですよ。どうしてもね、ボディが重くなっちゃうっていうところで、割とフルメイプルのギターが少ないっていうのと、あとね、サスティーンがね、すごいです。なんか、やっぱ硬いんですよね。ちょっとボディが硬くて、サスティーンは非常に素晴らしいんですけれども、ちょっと伸びすぎなんじゃないっていうところも若干あったりするようです。僕的にはね、結構好きなんですけどね。この2本のギター、同じ形ですけれども、ピックアップもボディ材も違うというので、どれぐらいの音に差があるのかっていうのをお聞きいただきたいと思います。では、音鳴らしていきます。